い、カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ埼玉県埼玉市の南区やってきております。これなんとかピアっていうのが結構埼玉が多いですね。ここは南なんでサウスピア、はい、ということでこの中に、南区役所が入っているということで、駅も大きいですねここね、はい、早速行きましょうか。レッツゴー。これね、埼玉市の、区ごとにこれ南区だったらこの龍が南って帽子かぶってたり、北区だったら北とかかぶってる。でこいつの名前がやっと分かったんですよ。これ見て、これね、埼玉市の PR キャラクターつながりゅうぬっていう名前でした。こいつどこ行ってもいるんだよこれ。なんで龍なんだろう、はい、浦和競馬場ね、やってきました。浦和にもね競馬場があったんですね、初めて知りました。場外発売実施中ということで、今日はちょっとやってなさそうですね。場外なんかやっぱり競馬場は神聖のものなんで、あんまり立ち入りできないらしいですね、外部の人は。ここですね、千葉ロッテマリーンズの2軍の、練習場ということで、あそこがね、屋内練習場になっております。でこっちが屋外の、グラウンド。これね、そのね、隣にはですね、ロッテの工場があるということで、ここは多分ロッテの工場の、敷地の一角を使って多分作ったんでしょうね。これね、球場の周りをうろうろしてたらですね、千葉ロッテマリーンズのこの選手が乗るバスが来ましてですね、今多分練習終わって、また帰るんですかね、午前練習が。かっこいいですね、真っ黒のマリーンズって書いてあります。はい、ということで南区散歩させていただきました。千葉ロッテのね、2部の練習場ありましたけど、まあ、ロッテの工場があるからなんですね。これお菓子の学校って言って、工場体験とかね、お菓子作り体験とか、できるらしいです。申し込んだらいけるということで、はい、ということで、南区でした。ありがとうございました。